インフォ神奈川やさしい日本語2020年明けましておめでとうございます。2020年になりました。今年もあなたにとっていい1年になるといいですね。インフォ神奈川からお知らせがあります。ベトナム語を始めました。去年の12月からベトナム語でインフォ神奈川のメールを始めました。ベトナム語でメールを読みたい人はここにメールを送ってください。メールには何も書かなくていいです。ベトナム語でインフォ神奈川を読みたい人がいたら教えてください。12月に送ったメールも読むことができます。インフォ神奈川クイズの答え。前のインフォ神奈川のクイズの答えを言います。ネズミ年に生まれた人はどんな人でしょうか。答えは1番、真面目によく働く人でした。それでは今年もどうぞよろしくお願いします。